長年のキャリアの中で磨き上げたスキルや人脈を生かすなら BYM のエグゼパート、企業顧問としての活躍をサポートいたします。詳しくは概要欄からご覧ください。はい、ではです、じゃあ引き続きハリさんに来てもらってますが、どうも、今回は10月の28日大阪、はい、フランチャイズチャンネルでしょう。ハリさんが支援してるフランチャイズがブースがいっぱい出ると。そうなんですね。今日ねたまたま年始の撮影で、うん、山本体調不良で来れなかったんですよ。山本君会いたかったな。会いたかった。いろいろ言いたいこともあったから。じゃあちょっと僕が山本の代わりに説教を受けますよ。ああいいですか。はい、なんですね、はい、山本君は騒動を起こすというか、はい、うん、まあ、才能なんですけど、まあ、一番分かりやすく言えばもうフランチャイズに加盟して、うん、うまくいかなかったのに、それがなんか全て本部のせいだ、詐欺にあったみたいな、その失敗した人たちを救いたいから募金活動をしたいみたいな、はい、いうことをやって、それってフランチャイズに関わるものとしてどうなのってちょっと思ったという、はい、こんくらいでちょっと視聴者の方分かるかね。ちょっと難しいかもね。分かってる人が見に来る動画だとは思うんですよ、はい、その点いかがでしょうか。募金活動に関しては多分 100% 山本悪いんで、山本だからすぐツイッター消したんじゃないですか。なんでたまにちょっとこう、うん、突然本当に予想しない、うん、わけわからんことをするっていうのは、うんうんうん、付き合い6年ぐらいなんですけど変わってないですね、うん、お前なんでそんなことすんのっていうのを突然するっていう、うん、それは、まあ、良くも悪くもクリエイター気質みたいなところで、だから、うん、やっぱ YouTuber ですねと思ってみると、ただなんか変に影響力もあるんで、たまにこう迷惑かかっちゃうみたいな感じの、うん、で今回は林さんにかかったと林さんというか、まあ、本部ですかね、うん、はい、っていうところですかね、まあ、だから別にフォローするっていうあれではないんですけど、うん、まあ、今回林さんが支援してる銘柄っていうのもあるんで、うん、林さんがっていう話になってますけど、林さんが一切今回関係なかったとして、うん、加盟店として何割赤字とか、うん、まあ、何が本当か分かんない中で、うん、本部の社長がちょっと強気にこうバーってやってて、うん、中抜きがどうたらとかなんかちょっとなんか分かんないですけど、うんうんうん、っていうのがなってて、加盟店としてネガティブな感情が生まれるっていうのは気持ちは分からんでもないとは思います。でもまあ結局儲かってたらみんなハッピーだし、儲かってなかったら何があっても結局ネガティブになるっていう、うん、まあ、それだけの話だと思うんですけど、別に9割だろうか2割だろうか赤字だったら結局怒る人は怒るっていう話なんですけど、それがたまたま山本ああいう怒り方をする人だったみたいな感じですかね。そうなんですよね、うん、あと山本君は、まあ、本部から見てちゃんとした運営がしてる方じゃないんですよね、うん、だからそれでやっぱ赤字の確率は高まってしまうしっていうのもあります、うん、でも山本君はねそういう人だっていうのは元から曲がりでバナナっていうのをね、うん、あの勝手にプレオープンさせたりとかね、うん、した男なんで、そういうのも分かった上で本部もね加盟させてますからね。だけど山本君はやっぱりフランチャイズ業界に集まってくる普通の方々を引き寄せる力がありますよね。めちゃくちゃこうレベルの高い事業を展開していくとかではなくて、普通の方々を集めてしまう、まあ、けどレベルの高い人からも山本君のことはやっぱ気になるから、不思議な魅力がある人ですよね。そうっすね、数字は持ってますよ。ストークさん会でも、うん、やっぱりあいつは学生のただのサロン会員の人と平気で一緒に遊びに行ったりとか、いい意味でプライドがないんですよね、その人を見る時の。ほうほうほう、山本から僕言われた時にちょっと僕的に刺さってるというか、うん、言葉があって、株元さんはこの世の中がお金稼いだ人が偉いっていう、うん、そういう物差しで、うん、今世の中が回ってるから今偉いポジションにいるだけであって、うん、歌が上手い人が偉いっていう世の中だったりとか、うん、その他のぷよぷよが上手いっていう物差しだったら僕の方が偉いんですよっていう話をされた時に、だからその山本はそういう基準があるから、うん、人を見る時にお金の方であんま判断をしないっていうところが一般層からの支持を得やすいというか、やっぱ山本君はすごくみんなから愛されてるし、うん、等身大に見えるというか、うんうん、あ、でも世の中ねフランチャイズに関するその YouTube なんていっぱいあるわけですよ、うん、はい、いっぱいあるのに山本君はもう今第二勢力だ、うん、第三勢力になっちゃったんじゃない、はい、もちろんフランチャイズチャンネルとか練習チャンネルのおかげもあるとは思うけど、はい、一大メディアというか、だってちょっと山本君が何かおすすめ FC やったら何件か加盟決まるぐらいのもんだと思いますよ、ね、そういうメディアを作ったすごい男なん でその山本君が例えば加盟してるフランチャイズで失敗してしまった、そして身近に失敗してあの苦労してる人がいるっていう時に、それの人たちを何とかして救いたいと思ったりして、ちょっと本部と喧嘩したりして、その時についつい募金活動をしてしまった、被害に遭った人たちをみたいな表現でね、でもそれがやっぱり普通の感覚かもしれないし、目の前に困ってる人がいたらね、だけどそれってビジネスの世界ではちゃんとリスクも分かって加盟金を払って、ね、絶対うまくいくとは分かんない、だってね情勢の変化とかもあるわけじゃない、だからそういうことってのは言っちゃいけないんだよっていうのが山本君は今回で伝わったと思うんですよ、はいはい、だけど一回
がそういうことを思ってしまう方々もいらっしゃって、そして山本くんがそれがビジネスの世界では違うんだなって気づいたことも含めて、うん、YouTube で実況されたツイッターで伝わって、このビジネスの業界の健全化が進めばいいなというふうに僕は思っております、うん、山本くんが紆余曲折あって結果業界の健全化が進むと僕は思ってるんですけど、だからシンボルになると、そう普通の人たちのシンボル、普通のシンボルになるっていうところですよね、うん、YouTube のコメント欄の代表者、うん、年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介、詳しくは概要欄をチェック。誤解のないように言っておきますけど、僕今回の山本の騒動は、うん、僕もそうだしストックさんっていう会社も一切関係ないところでの、うん、まあ、出来事なんで、はい、詳細を知ってるわけではないんですけど、うん、山本がシンプルに一般の人代表として騒いでて、今までどちらかというとビジネスする側の目線で見ていた仲間だと思ってたのに、突然普通の人代表みたいなことをやったんで、そのギャップでみんなびっくりしてるみたいなところで、だから元からもしかしたらそういう気質なのに、うん、無理してこっち側でやってた部分もあると思うんで、とはいえ山本くんもさ神戸大学出てるでしょ、うん、そんで大手企業に勤めてたでしょ、はい、なんかちゃんとしたキャリアなのに普通の人の気持ちも分かる僕たちも分かるんだけど、はい、そうはいかないよねっていうことで人を引きつける不思議な男ですよね、たまごっち買ってるぐらいの感覚で山本を見てるのが一番いいんですよやっぱめちゃくちゃおもろかったのは、うん、お家でお肉赤字です撤退しますみたいな動画をめちゃくちゃ今月過去最大赤字です、で最後ではお家でお肉加盟に興味ある人は概要欄からいるかっつって、そんなやつこの動画見て思うやついるかってボケでやらずにナチュラルでやるところとか、うん、だからたまごっちとしてはおもろいですよね、彼はそのビジネスマンというよりコミュニティリーダーの才能がめっちゃあるんですよ、だからやっぱストックさんの中で営業利益にめっちゃ貢献してるとかっていうよりかは、組織にああいうのが一人いるとグッとこうまとまるんですよ、会社としてメンバーが、うん、なので彼がストックさんにおたらした貢献っていうのは数字以上にどでかいものがあると僕は思っていて、やっぱこう人のハブになるし、うん、人を売上利益とかで判断しないんで、うん、例えば SSL に新しい人入ってきたら、あお次飲もうや飲もうやってこうフラットに言えるって、これ才能なんですよね、だから彼は多分最終コミュニティビジネス系で成功するんじゃないかなとは思ってます。どうしたらいいんだろう、フランチャイズ業界の普通の人たちから月1000円もらえばいいのかな、まあ、なんかそういう会費制になるのか、うん、もしくは別に無料でもいいと思うんで、うん、それでその無料の人たちをこう集めてハブをやってとか、うん、あと飲食店やるとか、山本が多分バーテンやってたら人はずっと集まり続けると思いますし、なんであいつが SSL の運営をお金払ってないのにあいつが今仕切って全部やってるんで、だから山本がすごい男だよね、うん、だから僕はこの山本くんに時にね、これはおかしいだろうっていう時はあるかもしれないけど、結果それによってみんなもそれは違うんだなとか、業界の健全化が山本くんを通じて行われるんじゃないかと、はい、ふうに思って山本くんには期待しかないですね、これはちょっとカットされるかもしれないですけど、僕はフランチャイズ界隈ってやっぱり、はい、人生かけて投資する人も多いから、はい、トラブルだったり炎上というのの発生率も高いと思いますし、はい、普通の業界より、うん、まあ、山本のも今回そうですけど、憎悪の気持ちが膨れ上がった時のエネルギーって結構怖いものがあると思ってますと、なのでフランチャイズ関係のトラブルとか喧嘩系は僕は一切ノータッチで今後行きたいと思ってます、はい、川本は関係ないからなっていう感じでいいですか、はい、それはもう川本さん、はい、ご迷惑おかけしないで、いやいや僕も一人開業チャンネルとかも僕全く知らないんでいいですかノータッチでフランチャイズ界隈は、はい、ということで10月28日は大阪フランチャイズショー、はい、そういうね、はい、いろいろ炎上の話もありますけど、はい、すごくうまくいってるオーナーさんもたくさんいるんで、はい、でうまくいった人たちはコメント欄書かないんで、ぜひねお宝フランチャイズあるかもしれないね、はい、もちろん絶対ではないですけど、リスクあるんですけど、本当にうまくいった人たちね、だって川本さんの周りでも武田塾で夢を掴んだお金持ちいっぱいあるでしょ、います、そういうのも本当にいらっしゃるんで、僕が一番好きなフランチャイズ本部の社長 FC チャンネル界隈で、はいはい、います、はい、ナオルの若林くんです、金はいい、でもなかなかツイッターフォローしない株元さんなりについついフォローしようが悩んじゃった気になる本部の社長はハム社長ですあれはおもろい、やっぱハム社長も好きな魅力がありますよね、はい、まあ、若林さんがハムさんね、はい、不器用すぎてハム社長、いや僕は大好きです、大好きですけどハム社長に恨まれてる像は絶対こっちに来ないでほしいですフランチャイズ業界でぜひすごく面白いんで、はい、おもろいですね、遊びに来てください、貯金貯めてテーマパークに入る感じで、はい、お待ちしてます、ありがとうございました。